剥がれたらあかんところの鉄板が剥がれたりしてる気がするんですよね、これね。ここが突き抜けるとさすがに自走不可。こんな感じでございます。これはきついぞ。やっぱね、だいぶ右側にこういうサビとか、ね、メンバーもなんか口出たんですよね、この車ね。おそらく多分ですけど、こう右に傾いた状態で結構長い期間放置されてたんじゃないかなという気がしますね。ね、僕も意外と結構ちゃんと車好きなので、なんかこの辺とかもこのサビがね意外と出とるなというところで、もうこれもうついでやし、別に1日ぐらいでできることやし、エンジンルーム塗っちゃう？防水も兼ねて。で、嬉しなりすぎてですね、さっさと仕上げてしまいましたけどね、取る間もなく仕上げてしまいましたけど、ここも二重構造で鉄板貼ってシール打って、で、ここもシール打って、まだちょっと乾きが悪かったんですね。後でもう一発いこう思うんですけど、こういうね、ちょっとあんま綺麗にはいけへんかったですけど、クラックがちょっと入ったりとかで、上のところも鉄板こう裏側から出るようにして、で重ねて、パネル同士をつなぐようにしておきました。こんだけしといたら突き抜けることはないと思うんですけど、こんな感じでね。でも朽ちてるのもあれですけど、走ったりする車っていうのはやっぱクラックが入るんですね、こういう角の力かかるところとかにね。で、めっちゃ気をつけなダメなのがこれ、燃料ラインとかもう全部このキャップして、絶対に引火しないように、してやってくださいね。でまして、こういうホワイトボディでもない車の場合は、さっきのところ溶接するってなった時に、この奥のところにね、このシール剤がいるんですけど、で、こいつが燃えたりもするんですよね。あとマットとか。こんな感じで半自動で、溶接ちょっとやってみようかなっていう方は、めちゃくちゃ気をつけてください。で、必ず、消火器とか、バケツに水入れとくとかってしないと、どえらいことになります。はい。僕が言うやから間違いないです。はい。この、大した、それほどのことでは、気をつけないですね。この気をつけなさで言うと、すごい僕がですね、くれぐれも気をつけてくださいというところなので、めちゃくちゃ気をつけてください。で、半自動の場合は、特に溶接の時のスパッタって言って、玉コロみたいなのがこうコロコロコロって転がってったりするんですよね、床の上をね。でそれで思わんとこまでそれが飛んでったりして、でそこから着火っていうことがあるんで、はい、皆までは言わないですけど、僕がこれほどまでにガソリンのキャップをしてるということです。はい。真似される方はくれぐれも気をつけて。こことここ同じような使い方してるのに色がもう全然ちゃいますよね。でここだけ色が残るってありえないんで、やっぱりね、ここの部分は、補修がされてるっぽいんですよね。で案の定ですね、こんな感じで、結構きついサビが出てます。前から当てて板金でここのパネルついだとか、なんかそんな感じなんかなっていうところですね。で、これ結構参考になるかもしれないんで、こう塗装のここアンダーコートやし、サビは当然出て仕方ないとこなんですけど、ちょっとやっぱこう浮いてるところって、表面はこうやって塗装に覆われてても、ちょっとこうやってめくってやるとこんな感じで、はい、こうなってるんですよ。つまりこのいくらですね、表からシール剤を打ったとしても、結局シール剤ではやっぱりね、完全に隙間を埋めることはできないし、どっかからやっぱこういうところから経路でこうね、多分水がこうじわ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 入ってきちゃうっていうことですね。なので表面がこういくら塗装で綺麗になってても下地がこんなになってることが結構ありますねということです。防水処理ですね。やっぱりエポローガル塗るとかなんか転換剤的なものを塗らないと、まあこの上から例えば同じようにチッピングコート塗ったとしても、まあ結果は一緒ですよね。どっちみち錆びてしまってるんで。というわけでちょっとめくれるだけある程度めくって、表側でもちょっとなんかこう膨らみがあったりすると、もう大体ボディは錆びてると思って間違いないですね。例えば、アルトンとかで言うたらよく言う反応がタンクのフュエルリッドですか、あの周辺の錆なんかが出てるともう大体クォーターパネルは錆が侵食してると。でそれは他の車にでも多分言えることなんで、まあ、僕らが遊びで使う車っていうのは大体90年前半半ばとかの車が多いので、まあおよそ、まあ、こういうことにはなってると思います。はい。ですので、まあ覚悟しといてくださいということですね。めっちゃ垂れた。まあまあ、おお、いやー綺麗だと気持ちいいな。いや、ほんでまあ嬉しなって、これ鉄板のね補修ついでに、まあ、ここなんかも黒に塗ったらですね、あ、これはもうとてもこれはあれだと。とても車が綺麗になっていくということで嬉しくなりまして、余っていた塗料でですね、張り切ってこのようにですね、塗ったわけですね。で、まあ、今回我ながらちょっとうまいこといったなと思うのが、下地がほんまやったら、2液の、プラサフとかサフェーサで固めるんですけど、まあ、今回は別にエンジンルームなので、かつですね、ちょっと黒色のプラサフしか、なかったので、明るい系のシルバーにしたかったので、まあ、ちょっと役不足かなと思いつつも、はい、これでいきまして。んで、この辺だと、まあ、こういう灰色なので、やっぱり発色が明るい色になりましたね。シルバーがすごい綺麗にメタリックが出てると思います。で、配管とか避けながらですね、いたらですね、ちょっと塗りすぎまして、ここはまあめっちゃ垂れてるんですけど、まあ、そもそもこんなところのインマニの奥なんで誰も見ないので、やっぱりポイントはこの、フレーム番号とかね、このストラットのこの辺とか。で、まあ、ここは多分、まだ見えるとこなので、垂れないようにちょっと慎重に塗った結果ですね、なかなかうまいこといきましたね。はい。もうちょっと塗りたいなで止めとくというところでうまくいった感じですね。はい。で、まあ、ただですね、これ、もう、今で、これ、まあ、6時とかでね、まあ、前回に比べるとはるかにマシではあるんですけど、今回の場合これからまあちょろっと積んでしまおうかなと思うんですけどね、エンジン。いや、まあ、乾くのかなっていうとこですよね。結構これ綺麗にいけたんちゃいます？なんか、あ、ちゃんと塗ってあるなっていう感があるでしょ、これ。いいんじゃないですかね。いや、いいと思いますよ、これ。で、今回はマスターシリンダーもそのまま塗ってみました。めっちゃ垂れましたけどね。まあまあ、もういいでしょ。はい。で、ご飯なんか食べてきまして、もう、今が、9時半ですね。んで、まあ、出発が明日の昼ぐらいなんで、まあまあ今からちょっと、ちゃーっと積んでしまおうかなっていうとこです。いや、でも、でもちょっとクリア引けてきたな。クリアちょっと引けると、なんかブツブツが乗ったりしますけど、まあもう、最初の状態から比べればね、運転の差なんでね、これは十分でしょ。はいはい。いかん。これでついついちょっと触りたくなるけどね。ここで触ると、指紋がついてもう、ってなるんで。はい。どうせ積み込みの時までまだね、2時間、3時間、3時間かからへんかな。かかると思うんで、ちょっとほったらかしときましょう。もう昼ですわ。